データー・アリラ・ラヨシは、ハンガリーの元サッカー選手、サッカー指導者。データー・アリは1980年に、ブダペスト・ホンベドで、選手経歴を開始した。ホンベドでは3度のハンガリーリーグ優勝と1度の、ハンガリーカップ優勝に貢献。自身も3度のリーグ得点王を獲得した。1987年に200万ドルの遺跡金で、ドイツ・ブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトへ、 移籍した。フランクフルトでは、移籍初年度の1987から88、シーズンに33試合に出場し11得点を記録。また、DFB ポカールでは6試合にフル出場を果たし、決勝の VFL 防フ無線では、決勝点を挙げる活躍を見せ、優勝に貢献した。翌1988年からは、ギリシャのオリンピアコスへ移籍。 2シーズン在籍しリーグ戦60試合に出場し35得点を記録。1990年にはギリシャカップ優勝に貢献した。その後はイタリアセリエ A のボローニャやジェノア、スイスのヌーシャテルザマックスなどのクラブに在籍。晩年はハンガリー国内のクラブでプレーを続け、2000年に現役を引退した。ハンガリー代表としては1984年に 代表デビューを飾り、1986年の FIFA ワールドカップメキシコ大会に出場。初戦のカナダ戦で1得点を挙げ2から0の勝利に貢献したが、フランスとソビエト連邦に敗れ一時リーグ敗退した。その後、1994年に代表から退くまで国際 A マッチ61試合に出場し13得点を記録した。 引退後は指導者の道へ進み、古巣の本米堂をはじめとしたハンガリー国内のクラブ、ベトナムのアッコブ、ハノイやキプロスの MFC ショプロンなどの監督を務めた。また2006年3月から10月まで、ハンガリー代表のコーチを務めた。2009年からは、ベチェシュ SC の監督を務めている。ありがとうございます。